コナミ氏、デュエリストのクリスマスを破壊しようとするも失敗する。はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですが、まあ、ラジオ的な動画なので、まあ、ゆるく見ていただければいいのかなと、思っております。本日のトークテーマはこちら。デュエリストカップの日程発表においてコナミがてんやわんやしていて面白かった件、これについてね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。デュエリストカップっていうのが何かっていうと、マスターデュエルの公式対人戦イベントでございまして、一定期間でたくさんポイントを稼いだ人には名誉としてゲーム内の称号が与えられる、まあ、いわゆるガチ勢向けのイベントになってるんですよ。で、勝ちを目的にマスターデュエルをやってる方は、まあ、このイベントに全力を注ぐと思うんですけども、こちらのデュエリストカップ、まあ、第2回なんですけど今回、デュエリストカップの関連のお知らせが来まして、最初のお知らせはですね、ランク戦のシーズンが切り替わりましたっていう、この11月1日の10時のお知らせの、このお知らせもなんか、ランク戦のシーズンが切り替わりましたっていうお知らせの下の方に、デュエルスカップの開催がうんたらかんたらって書いてあるんで、なんかめちゃくちゃ見にくいなと思ったんですけども、皆さんお気づきになられましたでしょうか？気づかない方も多かったんじゃないかなと思うんですが、こちらのこの、次回のデュエルスカップ開催予定日っていうのが、まあ、今こうなってるんですけど、当初ですね、デュエルスカップ開催予定日はいつが発表されたかっていうと、12月の16日から12月の26日だったんですよ。12月の16日から12月の26日にデュエルスカップをやりますよというお知らせ。お分かりいただけただろうか。そう、デュエルスカップがですね、なんとクリスマスというね、国民の一大イベントを直撃していたわけですね。はい。クリスマスのデュエリストの予定に対してですね、まあ、コナミ氏が直接攻撃を仕掛けてきたということなわけです。皆さん、よく考えてください。デュエリストカップっていうのは、まあ、ファーストステージとセカンドステージに分かれてるんですけども、セカンドステージって、まあ、大体日程後半の、まあ、金曜日から日曜日にかけて行われるんですね。つまりですね、12月24日の土曜日のクリスマスイブ、そして12月の25日日曜日のクリスマス当日、こちらは思いっきりデュエリストカップ真っただ中なわけですよ。はい。今年のクリスマスはしっかり土日でね、楽しみにしていた方も多いでしょう。そこへ来てですね、クリスマスにデュエリストカップを開催して我々にデュエルを強要してくると、これさすがサイコパスコナミといったところですね。めちゃくちゃおもろいこの期間設定。まあ、デュエルスカップっていうのは、なんか本当に寝る間も惜しんで、まあ、体と精神に鞭を打って、まあ、デュエルするような、非常に過酷な、イベントになってございますので、まあ、これをですね、国民の一大イベントにぶつけてくるっていうのがもう、さすがコナミと、僕は思いました。個人的な意見ですよ、これ。個人的な意見なんですけども、この日程について、僕はめちゃくちゃいいなって思いましたね。もう、実にコナミっぽくて、なんか世間は、クリスマスで賑わっている中で、我々、オタクにね、気を使っていただいて、上司とか、同僚とか、友達に、お前クリスマス何してるのと、聞かれた時にですね、あ、僕ですか、あ、僕はクリスマス予定あるんで、みたいなことが言えるんですよ。なんでかっていうと、デュエルスカップがあるんで。だから、このね、口実を用意してくれたコナミ、僕はね、めちゃくちゃ優しいなと、思いました。逆にね、ちなみになんですけども、コナミ氏、デュエルスカップだけじゃなくて、なんとですね、遊戯王のインストラクター研修も、12月の24日、および12月の25日に設定しているらしいです。デュエリストのクリスマスなんて潰してやるという、なんかそのサイコパス味を感じて、まあ、僕はね、これを見てね、いやーなんかコナミっぽいなと思って、コナミをね、さらにね、苦しいほどね、好きになったんですよ。しかしです。デュエルスカップのお知らせ第2弾が届きます。最初のお知らせから、だいたい8時間15分後ですね、18時15分なんで、8時間15分後にですね、突如、デュエルスカップの日程を変更しますというお知らせが来ましてですね、日程は、クリスマスもろかぶり時期ではなく、12月の8日から12月の19日にやりますよという、まあ、この日程で、変更しますというお知らせが来ました。お客様にお知らせした後での変更となり、誠に申し訳ありませんと。これからも遊戯王マスターデュエルをよろしくお願いしますと。いうことで。重いね。重いよろしくお願い申し上げますですね。唐突な日程変更。ここで、まあ、この理由を、まあ、考察するのはめちゃくちゃ簡単で、まあ、おそらくですね、デュエリストからの反対意見が殺到したんでしょうね。はい。
当たり前すぎますね。デュエレスカップをクリスマスに直撃させることに対する、まあ、賛否両論の、まあ、主にピの方がね、主にピの方が殺到して、まあ、そりゃそうですよね。誰がクリスマスに突き転んでデュエルしますかという話ですよ。クリスマスイブとクリスマスに無限にデュエルしろって言ってる、さすがにサイコパスだろと。まあ、そういう意見が死ぬほど届いたんじゃないでしょうか。正直、デュエルスカップの期間中って、実は、コナミとしてはあんまりやることはなくて、ユーザーが対戦してるのを見守るだけなんですよね。システム的なエラーとか、まあ、チーターが大量発生でもしない限りは、コナミとしてはクリスマスに出社する必要は多分ないし、デュエルスカップをクリスマス期間にやっても。デュエルスカップをガンかぶせするのはコナミとしてはメリットもあると思うんですよね。まあ、コナミ側はなんかそこまで、その、まあ、我々みたいにデュエルするわけじゃないから、辛い作業はないでしょうし、まあ、デュエルスカップ終わった後に集計作業がある、程度で、まあ、大変なくらいことはそのぐらいなので、まあ、期間中そこまでやることないということで、まあ、デュエルレンクスっていうゲームがそもそもそうだったんですよね。マスターデュエルより前に、DCG としてリリースされている遊戯王ゲームがあって、デュエルスリンクスっていう。まあ、そのデュエルリンクスにも似たようなね、デュエルスカップと似たような KC カップっていうのがあって、まあ、これもね、まあ、デュエルスカップと似たような形式で行われるんですけども、ランキングを1時間ごとにそのゲーム内で表示するぐらいで、なんか特にやることないんですよね、運営としては。だから、いつも金曜日から始まって、月曜日に、終わるみたいな。だから初動を見守って金曜日で。で、最後を見守る月曜日みたいな感じで、だから、金曜日と月曜日だけ普通に出社しといたら、土日は別に放置して OK みたいな感じだったと思うんですよ。だから、好みとしては多分あんまやることないんですけども、やっぱ、デュエリストにとっては関係が大ありだと。もしクリスマスに開催されていたら、まあもちろん最新持ちのね、デュエリストであれば、まずクリスマスに遊戯をやってたら、奥さんからまあボコボコにされて、まあ離婚の危機でしょうし、まあ、彼女持ちの方らであったとしても、クリスマスに遊戯王を理由にデートを拒否したら、普通は振られます。普通はね。はい。まあ、奥さんとか彼女が理解のある人だったら、許してくれる可能性もゼロじゃないですけど、まあ、常人の感覚であれば、家庭崩壊は必至ということでございますよ。まあ、ただですね、割とコナミ氏っていうのはね、常人の感覚をちょっと若干その持ち合わせていないことで、まあ、界隈から有名なので、まあ、自分たちの都合でその、デュエルスカップの日程を設定するわけですよね。そしたらまあ、ユーザーからあれなほど批判がされまして、でまあ、日程変更を高速でやる必要があったということなんじゃないでしょうか。まあ、もはやね、もしかしたら、デュエルスからっていうか、社内からこの日程に批判が出た可能性すらあります。デュエルスカップ日程を日程調整担当者がクソ適当に決めたら、なんかシステムメンテナンスとか、そのチート行為を取り締まる担当者から、なんかあったらクリスマスに出社するの私たちなんですけど、みたいな。こう言われた可能性すらありますね。もはや。むしろその可能性の方が高いかもしれない。もしかすると。まあ、というわけでね、無事、クリスマスデュエルからは回避できてしまった我々でした。まあ、この事件のね、顛末がね、なんか実にコナミっぽくて、僕はね、なんかめちゃくちゃ好きだったんですよね。この事件。なんかその、サイコパスすぎてクリスマスにデュエルスカップの日程を設定するコナミも、あとなんかユーザーからめっちゃ叩かれて、あ、すいませんでしたつってすぐなんか、日程を変更するコナミも、なんかどっちもなんかすごいコナミっぽくて、なんかめちゃくちゃ好きだったなという事件でございました。マスターデュエル運営はですね、なんか、本当に優秀な方が多くて、デュエリストからの反対意見とかをなんか積極的に取り入れてくれる良心の持ち主が多いんですよ。まあ、ツイッターとかの意見とか結構見ていると思うんですよ、あの人たち。なんで、なんかいい意味で、まあ、そういう意味ではコナミっぽくないなと、僕は常日頃思っている次第です。マスターデュエル運営さん、いつも本当にありがとうございます。お疲れ様です。まあ、デュエルスカップ、クリスマス編、実現しなくて、とても残念でした。というお話でございました。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。